日の川崎フロンターレ AC 株式総会におきまして、私、荒木田義弘は代表取締役社長を退任いたしました。7年間にわたり、皆様に支えられて、なんとかここまでやってこれたかなと思っております。本当にありがとうございました。ここ一番というときに勝負弱いとかシルバーコレクターと言われてきましたが、ここ数年でリーグ戦4度、カップ戦も入れますと6度も日本一のタイトルを手に取ることができました。これはファンサポーターの皆様、スポンサーの皆様、ボランティアの皆様、川崎市民の皆様、フロンターレをフロンターレに関係する全ての皆様の温かい応援と力強いご支援の賜物だと思っております。改めて感謝御礼申し上げます。ありがとうございました。思えばいろんなことがありました。算数ドリル制作のために小学校を訪問したり、必勝祈願の後の商店街ご挨拶、応援バナナも変わりました。今日も外ではイベント開催しておりますが、陸前高田市との関係はあの大きな災害も封鎖させてはならない、そう思い友好協定を結びました。投げ持ちもやりました。やむなが揺れて怖かったです。選手サポーターと一緒に稲作り梅作りをやって、その成果が青つばきです。ファン館では居酒屋わらわら、一休のお茶、お客様にお茶を渡すときに私の汗が入ってしまうんじゃないかと思って焦りもしました。そして新体制発表会見ではペッパーとコラボしたり、マラシナジョブスでプレゼンもやりました。あまり思い出したくないですけど、マラシナジャクソンでダンスもやりました。でも何と言っても最高の思い出は2017年12月2日この子供スタジオで初めてタイトルを取ったということです。皆さんと共に涙した瞬間は私の最高の宝物です。一番幸せな時間でした。その後の優勝報告会、川崎駅前の優勝パレード、5万人ものファンサポーターの皆様と喜びを分かち合いました。皆様と一緒に歩んだ関係なんです。川崎フロンターレは日本で一番ホームタウンから愛されるクラブだと私は自負しています。これからも新しい目標に向かってチャレンジ前進してまいります。どうぞ皆様も引き続き熱い応援と温かいご支援をよろしくお願いします。川崎フロンターレを愛し続けてください。川崎フロンターレをずっと好きでいてください。よろしくお願いします。本日は2022明治安田生命 J1 リーグ第8節、お尻の守護神梶ヶ谷クリニックエキサイトマッチ、
川崎フロンターレ対柏レイソル戦にご来場くださいまして誠にありがとうございます。また柏レイソルのサポーターの皆さん、本日は届き商店にお越しくださいまして新番組および両チームのスターティングメンバーを発表いたします。はじめに本日の新番団の紹介です。レフェリー池内明彦、アシスタントレフェリー西尾秀明、熊谷幸隆、放送機種秋沢翔司、ビデオアシスタントレフェリー中村太志、アシスタントビデオアシスタントレフェリー浜本龍介、マッチコミッショナー田村満津、以上の審判団です。続いてビジター柏レイソルのスターティングメンバーです。18番ゴールキーパーキム・スンユ、8番ディフェンダー中村25番ディフェンダー大浦野拓磨、3番ディフェンダー高橋雄二、4番ディフェンダー古賀海道、2番ディフェンダー三つ丸ひろむ、28番ミッドフィルダー戸島幸郎、22番ミッドフィルダードッチ、10番ミッドフィルダーマテウス・タビオ、14番ミッドフィルダー小山智也、19番フォワード細谷真央。続いてサブシリュートです。21番ゴールキーパー佐々木雅人、44番ディフェンダー上島拓実、23番ミッドフィルダー岩下渉、6番ミッドフィルダー椎橋啓也、37番ミッドフィルダー黒木文也、29番フォワードアンジェロッティ、38番フォワード松竹優吾、そして監督メルシーニョ。以上。